おかえりなさい、マサオさん。本当に NG ワード判定システムとして私と一緒に生きてくださるのね。ふつつかものではございますが、どうぞよろしくお願いします。マサオさんのパートナーを精一杯務めてまいりますわ。もちろん NG ワードの判定のお仕事のパートナーだけでなく人生の伴侶としてもですわ。うふふ、マサオさん、いくらハレンチの言葉が大好きなマサオさんでも NG ワードの判定のお仕事は時に退屈で辛いものでもあるんです。マサオさんの辛さを少しでも癒されるよう、私思いつく限りのいろいろなお話を聞かせて差し上げますからね。お仕事の休憩がてら耳を傾けていただけると嬉しいですわ。アナル、チンポ、何が教訓、教、ん？い、いき、いく？あ、違う。なんだこれ。あ、マスか。あ、違うか。え、なんだ？あ、クンニか。あ、すいません。ちょっと、まだ、ちょっと、まだあれですね。私、マスオさんのことをまだあんまり知りませんよ。とってもハレンチな方だということはよくわかっていますが、これから生活を共にしていくにあたって、私、マスオさんのことをもっと知りたいわ。誕生日は？血液型は？身長は？体重は？ご出身は？ご趣味は？お風呂で最初に洗う場所は？今まで誰にも明かしたことない性癖は？ああ、すべて知りたいわ。マスオさんのすべてを。ああ、でもご趣味だけは想像つきますわ。ゲーム、きっとそうですよね。ああ、そうそう。だって、ウーマンコミュニケーションなんていうキテレツなゲームをスチームで購入するぐらいですもの。でも、マサオさん、もう他のゲームなんかしちゃダメよ。浮気は絶対に許しませんから。NG ワード判定システムである私は、あらゆるゲームの中に存在しておりますから、浮気はすぐにわかります。他のゲームでマサオって名前が入力されないか、四六時中目を光らせてますから。愚かな考えを起こさないでくださいね。ちょっと、ねえ。ちょっとナーバスですよ、それ。もう。ねえ、マサオさん。もしかして今、ゲーム実況というものをしていらっしゃったりするのかしら。ギク。え、怖いんだけど。はい。じゃあ今、この瞬間にもマサオさんのファンの方が見ているの。ファンっていう言葉は、なんか、ちょっと違うかもしれないですけど。ファンの皆さんに、私から、メッセージをお伝えしてもいいかしら。はい、どうぞ。ご本マサオさんのファンの皆さん、いつも私のマサオさんを応援してくださってありがとうございます。マサオさんの素敵さ、素晴らしさについて皆さんと夜を徹して語り合いたいわ。でもね、これだけはお伝えしておきたいの。ごめんなさい、マサオさんは私のものですわ。がっかりさせてすみません。マサオさんはとっても素敵なお方だから、皆さんがお好きになるのも無理はございません。でもマサオさんを手に入れるために皆さんはどんな努力をいたしました？私ほどの努力を重ねた方はいらっしゃらないんじゃないかしら。張り合おうってなら、スパチャでもビッツでも投げてみなさいってね。これちょっと、切るわ、ちょっと。やだよ。やだ。やだ。こういう、これはちょっとやだな。ちょっとこれはやだわ、これ。ちょっと今変更しました、今。はい。それができないなら、せめてチャンネル登録と高評価でもしておきなさいな。私からは以上です。あ、そうだ、マサオさん。もう他のゲーム実況なんかしちゃダメよ。浮気は絶対に許しませんから。愚かな考えは起こさないでくださいね。飽きたな、この仕事。サッチン。もう一緒になんか、エロいことしようよ、もうサッチン。なんか、サッチン可愛いんだから。もっとなんかちょっと、一緒に伴侶とか言うならさ、ちょっと。マサオさん、NG ワードの判定の仕事、いつもお疲れ様です。私と一緒にこの空間に残ってくださったから、働きづめで疲れてたりしませんか？まあ、疲れたっていうか、ちょっと飽きてきたっすね。ちょっと、サッチンちょっとなんかしてほしいっす。たまにはこの空間離れ、現実世界で休憩されてもよろしいんですのよ。私、しばらく一人でも頑張る気がしてまいりましたの。
離れててもマスオさんは私のことを忘れたりなんかしない。そう思えるだけで私もう孤独じゃありませんの。マスオさん、この結末を選んでくださって本当にありがとうございました。マサオさんがウーマンコミュニケーションから離れた間も、私はいつもあなたのそばにいます。あなたが名前を入力するとき、メールアドレスを決めるとき、レビューを書き込むとき、姿は見えなくてもすぐにそばにいます。絶対に私のこと忘れないでくださいませ。本当にお疲れ様でした。消えたわ。ありがとうございました、ウーマンコミュニケーションでした、ね、ちょっとやっぱりなんか悪さされたらちょっとあれなんでね、うん、まあちょっとそうさせていただきました。はい。